皆さんおはようございます、ノーマークプレゼンツのレベルアップパーソナリティの赤嶺健一郎です、日曜日皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は沖縄の企業の社長さんや会社の中心となる方をゲストにお呼びし、仕事や生き方をどのようにレベルアップしているのかじっくり聞いていこうと思います。今週の今日のゲストですね、沖縄電力株式会社総務部広報グループから、崎浜修太さん、国場徹さん、お二人に来ていただいております。果たして一体どんなトークになるのか最後までお付き合いください。さあ始まりました、今週のレベルアップ。この番組は毎週日曜日ですね、10時より56分間放送させていただいております。毎回さまざまなゲストをお呼びし、ゲストの方の魅力を伝えていこうという番組になっております。そして私、パーソナリティの赤嶺ですけれども、ノーマーク株式会社という会社の代表をやっておりまして、沖縄の魅力を世界に伝えるというビジョンのもと、ウェブのサイトを制作したりですとか、ウェブの広告を活用して、プロモーションを行っている会社になっております。でその仕事やプロジェクトだけではなくてですね、そこで一緒に、ご一緒させていただいた、方々に、ゲストで、呼んでいただいて、来ていただいて、その方々の魅力というところもちょっと伝えていけたらなということで、番組をスタートさせていただいておりますというところで、早速ですね今週のゲストをお呼びいたしましょう。沖縄電力株式会社総務部広報グループの崎浜修太さんと国場徹さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですね、ビシッとスーツでネクタイで、はい、一丁ら着てきました。すごい、いつも行くと結構しっかりとねスーツ着てたりとかしてるイメージがそこあって、はい、ちょっと赤嶺さん来るときはちょっといつも気合入れて、なんでいけてるやつ、そうそうそう、絶対嘘でしょ。負けないようにねいつもいけてるんで。いいえ、いいえ、ありがとうございます。というところで、まあもう皆さん沖縄電力という会社はもう、知らない方はいないんじゃないかというところはあるんですけれども、ちょっとまた改めてですね、沖縄電力という会社さんはどういったことをされているのか、また、その中でもですね広報グループとしてどういう活動をされているのかというのをですね、自己紹介も、合わせて、伺っていきたいなと思うんですけれども、まず初めに崎浜さんからお願いしていいですか。はい、弊社の、事業ざっくりご説明させていただきますと、沖縄本島だけではなくて離島も含めた、沖縄県の皆様に、電気を作ってお届けするというところが大きな事業の、一つになります。で、発電所で電気を作って、送電線、電線電柱等を介して、皆様のご家庭に電気を届けるっていうところに、使命感を持って日々業務に取り組んでいるところです。で、今はですね電気だけではなくて、総合エネルギー事業者として、一般の家庭のお客様にはまだ提供していないんですけれども、工場だったり、事業用の皆様にはガスも提供するということで、電気だけではなくて総合的なエネルギー事業者として、お客様は県民の生活を支えるというところを、主に取り組んでおります。で、その中で、私どもがいる広報グループにつきましては、当社が地域の皆様から、信頼されるようにという観点からですね、当社のことを、PR したり、みんなに知っていただくというところを主な業務にしております。例えば、マスコミの皆様に、当社の事業を、リリースする窓口であったり、他には、イメージ CM を作成したりというところが、メインの業務になります。はい、ありがとうございます。しっかり読んでいただいてありがとうございます。
崎山さんのなんかちょっと自己紹介というかプロフィールも少し、はい、教えていただけると、はい、私は平成22年に沖縄電力に入社しまして、最初は那覇支店で窓口でお客様と、対面でお話をするっていうところにおりました。でその次はあとホームグループというところで、主に株主様だったりっていうところを相手にお仕事する部署におりまして、で今広報グループで、のマスコミの皆様だったり、っていうところと一緒に業務をするというところで、いろんなステークホルダーがいると思うんですけども、うちの会社いろんな部署があるっていうのも特徴の一つなので、部署が変われば、相対する人も変わってくるというところで、いろんな方と接することができたなっていうのはすごい感じてますね。はい、ありがとうございます。結構この部署移動って本当に、3年ぐらいちょっとお付き合いさせていただいてるんですけど、電力さんと結構本当に頻繁にみんな変わるというか、そうですよね、しかも決まってないというか、なんですかね、この部署に5年間いたら次は必ず移るよとかいうことでもないみたいな、人によって結構、一応なんか一定の年数みたいなのはありそうな噂は聞いたんですけど、そうですね、一応基本的には3年が一つの目安です、あ、なるほど、3年から5年っていうのは、これもなんかその当日にならないと分からないと、移動する2週間くらい前に、内示っていう形で、どこ行くよっていう話をいただくんですけど、それまで分かんないので、その月みんなざわつくじゃないですか。そうですね、前半も6月の頭からそう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 、予想のしない内示もあって、高みの見物を自分は動かないってやってる時に急にトントンと肩を叩かれ呼ばれ、そうやって候補に来たなるほどね、予想何しないと思います、ね、これその2週間前に言われます、でと、その2週間後に実際に移動ってなるじゃないですか、もうあれですよね、そこから仕事スタートってことですよね。そうですね、この後任の方での引き継ぎだったり、次の部署でどんなことをするんだろうと思いながらも、あっという間に1週間過ぎちゃって感じですね、って感じですよね、はい、なかなかすごいなっていうね、そうですね、いろんな仕事があるっていう当初ならではかもしれないですね。なるほどですね。そんな、じゃあ今度国場さんにもお伺いしたいんですけども、その急にトントンと叩かれ、広報に移られ、広報ではなんかこう国場さんご自身がどういったことをメインにお仕事されてるんですか。そうですね、今はこの広報が運用しているメディア、赤嶺さんと一緒にさせていただいている Facebook であったり、当社の YouTube のチャンネルであったり、Twitter、そういった運用を行っていたり、また、マスコミの皆様へ当社の事業を何か新しいことを始める時とかにプレスリリースとか、そういったお仕事で、まだ来て半年なので、そうですよね、あまり1年前にはできてはないんですけれどもそういったことをさせていただきながら、また当社が企画しているイベントですね、そういったものを対応しています、前はどちらの部署にいたんですか。入社した当時は崎山と同じように、那覇支店の方に、僕が2年遅れて入社して、同じフロアで働いておりまして、フロアで買わせた、はい、あ、なるほどなるほど、でそこで3年を経て、経理の方に、あ、そうなんですね、はい、4年間いまして、で予想だにしない、経理は大体5年ぐらいはいるだろうっていうですけど、追い出されたのかはちょっとこれ言ったらあまりよろしくはないんですが、必要とされてねまた違う部署で頑張ることになりまして、昨年の7月から広報に移動してきております。経理から広報ってやることだいぶガラッと変わりません？ですね、経理はどちらかというともうデスク周りで仕事を完結させることが多いので、広報に行くと、このようにそうですよね、いろんなところにお邪魔して、PR しないと、会社 PR をしていくというところで、ね、全然、はい、そうですね、業務としては違います、ね、どっちがいいですかって質問があ慣れましたいや、どちらも楽しいっていうサラリーマンね、はい、サラリーマンじゃあでも崎山さんと国場さんはまたここでおおっていう感じで、あ、そうですね、そうなんですよ、おうおうおう、当時からね、だいぶちょっと
ボリューミーになっちゃって。あ、そうなんですか。もっとシュッとしてた。はい、年々体重が増加しておりまして。こうやっぱ経理だとデスクワークだから。あ、そうです、ね。あるんですかね。と思ってたんですけど、はい、候補に行って一瞬ちょっと下がり傾向だったんです。おおおお。またしっかりあのその分食べるというところでまた戻ってきているのでちょっともう少しそろそろもう年齢的にも考えないといけないというところであります。いくつですか今今年。あ、去年で30なのでまだちょっと乗っちゃってる。いい油をね。あ、そう乗せていくっていう感じですね。なるほどですね、はい、なるほどなるほど。じゃあもうまあ、移られた時も崎浜さんいるからちょっとまあ安心ですね。そうですね、安心感はあって今もあの大変助けられた、はいはい、広報グループはどういう雰囲気です、はい、まあ、何人かあのお会いしてますけど。そうです、ね、すごいいい雰囲気ですよ、うん、はい、このそういうしかないだろうみたいな本当にあの、まあ、少数精鋭というか、うん、あの、まあ、10名しかいない中でまあ、いろんなことをやらなきゃいけないので、うんうんうん、まあ、一人一人もすごいバイタリティがありますし、うんうん、まあ、上司とも距離がすごい近くて、うん、困ったことも すぐ相談もできる環境にあるので、うんうんうん、そういう環境に入れるのはすごいありがたいなと思います、ね、うんうんうん、なるほどですね。もうじゃあ和気あいあいと、はいはい、してますよね。してますよ。なんかその感じはすごいご存知かと思いますけど伝わるんですけど、はい、そんな広報の中で、一応ノーマークとしてお付き合いさせていただいているのが、はい、沖縄電力さんの Facebook の運用を、はい、させていただいておりまして、はい、1月の20日ですねに、そうですね、3周年という形で、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今、ファンのいいねの数が7300、400ぐらいですね、の多くの方に、見ていただいているというような大きな媒体になってきたなとは思うんですけれども、はい、この前ちょうどその、まあ、ラジオ聞いてる方、YouTube ご覧になってる方ぜひあの沖縄電力さんの Facebook をね見ていただき、いいねを押していただきたいんですけど、ちょうど1月20日に、ポストされてる3周年の記事があるんですけど、そうですね、はい、まあ、前半、まあ、ちょっとした動画にムービーになってて、前半がこう1年間の中で良かった記事がこうランキングでこう流れてって、うん、その後にこう光のペンライトで3周年ありがとうみたいな、あと花火みたいなのを、ね、やりましたね。やりましたね。すごい手作り感満載。手作り感満載の意外と動画にしてみるとすごいいい感じに、いい感じでしたね。これはノーマークさんの、いやいやいや、ディレクションと編集力がね、綺麗にまとまったなと思って。そうですよね。そうそうそう。中宮さんにもご協力いただいてね。はい、あの何でしたっけ、ね、のあ、ありがとうのうだけ。うを社長に頼む。申し訳ないことを。ええ、暗闇の中でみんなね。すごいシュールな。シュールな二三時間を。あの大きい会議室を使いながら。なんかいいっすよね。ああいうのもまたね、その多分それこそ今までの部署だったら、うん、多分やらないような仕事だとは思うんですけど、そうですね、だいぶいろんな場所に行ったりとか、うん、そういったコンテンツどうやったらこうみんなが見てもらえるかみたいなのをこう一緒にこう考えさせていただきながら、まあ、一つずつこう作っていくというようなことをね、 Facebook の方でやっているので、なんかまあぜひ本当いいねを押していただいてね、ぜひともお願いしたいですね。一応まあ、そうですね、そうですね、それがあるのでやっていただきたいなと思うんですけど、はい、なんかこうお二人の中でこの Facebook 運用、されていく中でなんか印象に残ってるなんかコンテンツとか出来事ってあったりします、うん、そうですね、去年の、はい、2周年の時ですかね、はいはいはい、に、まあ、のユーザーさんへの感謝を込めてっていうことで、マサマジックさんはいはいはい、はい、にちょっとお越しいただいて、まあ、当社の事業と絡めて、うんうんうん、マジックをしていただいたっていう動画を作成したんですね、はい、それ、まあまあ、記事としての反応ももちろんなんですけど、うんうん、その動画の撮影に協力してくれた社員の皆さんからもすごい、うんうんうん、好評で、お結構本当にすごいじゃないですか、うん、このマジックのクオリティが、はい、それを間近で見れてすごい良かったっていう声も。あ、実際に見ました。見ました。本当に近くで見ても、はいはいはい、何が起きてんだっていう感じでした、ね、へえ、すごかったです。あ、そうなんですね、はい、
なんか後ろから見たらちょっと分かるとか、うん、そんな本当に全くなくて、その場にいる全員が驚くみたいな、すごかったですよ。なるほどですね、はい、それですかね。なるほどですね。国場さんありますよ。まだ半年ですけど。そうです、半年なんですが、あの当社の野球部が、はい、あの日本選手権の九州予選で、うん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 、あの優勝して第一代表で多く獲得したと、うん、いう時のフェイスブック記事に、はい、あのまあ、自分が宮崎 の、はい、あの球場に行って撮りに行った写真をこのフェイスブックに載った時に、うんうんうん、あのとても本当に胴上げシーンがとてもいい笑顔、はいはいはい、みんなが笑って、うんうんうん、で僕もあの時はあの暑い中なんか撮れてるかもわからない、もう朦朧としながら撮ってたんですけど、実際あえてフェイスブックっていう形に上がって皆さんにお見せできる機会、自分が撮ったものをお見せできる機会、そしてそれが会社にとって喜ばしいことだったので、うんうんうん、そういったものを発信できるっていうのがまあいいコンテンツだなと思ったのと同時にまあやりがいあるなっていうふうに感じてますね。今感じましたね。この野球部強いですしね。そうです ね、いいですよね。まあ、惜しくもあの本戦ではちょっと負けてしまったんですが、まあこの悔しさを糧にぜひ今度はこの投げるんかいですね。野球部の人みたいな。はい、まあ、あ野球部なんですか。まあ野球は走ってるんですけど、まあ、一あのファンとしてもしっかり勝手の写真すごい。そうですよね、フェイスブック胴上げしてる写真、プロのカメラマンみたいなね。まあ横で撮ったんですけどこのアングル押さえとけばいいかな。そういったあの皆さんの社員の顔も出る、はいはい、フェイスブック、はい、野球部 の、 あのコンテンツ、フェイスブックで上げるコンテンツは結構やっぱり人気高いですもんね。そうなんですね。常にいいねの数とかコメントとか、うん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 、すごいたくさんあるんで、本当に周りからもあの期待されて応援されてる感じがね、うん、そうですね、出ますよね。あれいいですよね、うんうん、野球部だったんですね。あ、そうです、はい、あ影もなくって感じです。いやまあ、大体体型からするとキャッチャーとかいやいやいやファーストとかって言われそうですけど、もう少しシュッとしてましたので、内野手をやっておりました。そんな国場さんからあるんですよね、ミッションが今日はあるということで、はい、そうですね、はい、あの今あの先ほど僕の方でイベントを担当していることもあるっていうことなんですけれども、はい、ちょっと沖電光の風景デジタル写真コンテストっていうのを1月31日まで応募を募集しておりまして、うんうん、でその中であの、まあ、皆さんに応募いただきたいんですけれども、うん、やっぱり写真コンテストというとあのどうしても普通のカメラ、あのデジタルカメラとかの一眼、うん、ちゃんとした高い大きいやつとか、はい、カメラで撮ってっていう方が入賞されるっていうのが、まあ、うんうんうん、考えられる とは思うんですけど、ではなくてあの、まあ、スマートフォンであったりとか、はい、タブレットとかいってそういったあの気軽に撮れる端末で気軽にご応募いただいて、それがあの、まあ、大賞もいただいたこと、うんうん、過去もありますので、そういったものをあの皆さんとのですね接点を持ったあのコンテストをあの今企画しておりまして、そこに募集いただきたいなっていう、はい、沖電光の風景デジタル写真コンテストですね、はい、応募期間がなんと、まあ、今月末1月31日まで、はい、となっております。もう間近ですね、間近ですね、はい、なので1週間、はい、スマートフォンでも OK であれば結構皆さん携帯 の、 そのメモリの中に、うん、なんかこうね良さげな写真が1枚や2枚入ってるんじゃなかろうかと、はい、そうですね、 ですよね。今まあ SNS に上げる時代にはなってきてるんですが、これを実際写真を出して評価してもらうってことはあまり、しっかり評価してもらうってことはない、でそういう機会ってないので、まあせっかくいい写真であればまあ簡単に応募できますので、やっていただければなと思います。これちなみにその光の風景ということなんで、まあ電気とか、まあそういう光明るさみたいなところがちょっとこう入ってるような写真だっていうことですよね。で暮らし、テーマが暮らしと背景と沖縄という沖縄この中から、選んでいただいて、はい、しかも、その中で2点ですね、はい、各テーマ2点ずつ、各テーマで2点応募することができるってことは、はい、1人6点6点まで応募できるということですね、はい、ですその中でですね、はい、まあ、対象というのをまあ決めていくんですが、はいはい、対象には商品券5万円を
なかなかでかい、なかなか大きい金額、はい、でその他にもですね、はい、優秀賞奨励賞っていうのも選んで、そこも3万円1万円と、また、うんうんうん、あの嬉しい特典もございますので、はいはい、ご応募ぜひこの機会に赤嶺さんも、はい、ご応募いただければ幸いでございます、はい、そうですよね、はい、まだちょっと今選んでるところですねちなみに、まあ、裏裏の話かなと思うんですけど、目標応募数は前回もですね、はい、1086点多くの応募いただいておりますので、うんうんうん、今回もそれ以上、それ以上目標に今、これ1人6点入れると6カウントになるんですね。あ、6カウントですね、はい、OK ですその目標きっとあると思うので、それもね、ぜひ、はい、達成できるようにね、お聞きの皆様にも、はい、ご、ね、ぜひご応募いただきたいと思います。これちょっと面白いなと思ったのが、あのジュニア部門であるじゃないですか、はい、あ、そうですね、はい、これ具体的に何歳の方とか、なんかどういったのでもいいとかってあったりします？そうですね、あの、まあ、内容としては18歳以下の方を対象とした、はい、ジュニア部門になっておりまして、こちらあの合計、まあ、2点までなんですけれども、そうですね、やっぱり、まあ、一般部門であればある程度応募数あるんですが、うんうん、ジュニア部門ということで、あの限られた小中高生の皆様が気軽に、いいですよね。だからそこもなんか、はい、その部門で選んでくれるから、うんうん、やっぱりこう大人の人たちとやるとやっぱ経験値とか、うん、そうですね、あるとちょっとこうね、優劣をつけられちゃう部分はあるとは思うんですけど、ジュニア部門ってところがあると非常に若い人たちに対して、ね、また気軽にまたチャンスもあるし、なんかこういうのでね、選ばれて少しこうまたそれが自信になってっていうところもなんかすごい可能性があるなというのは思っているので、このなんか部門すごくいいなと個人的に毎回いつも思ってるんですけど、であともう多分これ応募したい人みんな多分思うんですよ、ぶっちゃけどういう写真だったら通るっていう通りやすいみたいななんかこ う, う、ね、まあ、もう全然あの主観でも聞いた噂でもいいので、なんかそういうの一言あると多分皆さんもなんかこう選ぶ際にちょっとこうそういうポイントとか、そうですね、まあ、国場さんが選んでるわけじゃないと思うんですけど、そうです、ね、僕はあの残念ながら審査には入らないんですけれども、あのやっぱり日々の生活を切り取るっていうところで、そこにあの、まあ、電気っていうのも明るく照らし、普段はあの目にあまり感じない、うんうんうん、このありがたみっていうのは感じないんですが、実際この電気が実はぬくもりとか、うんうん、温かさっていうのを持っていて、うん、そういったものをあの写真に実は収まっていて、まあ、そういったものが選ばれているな、はいはいはい、で過去の作品を見てもあの、まあ、年齢に関わらず、はい、あのいろんな方がいろんな、うんうん、あの風景を切り取っていて、うんうんうん、まあ、なんまあそうですね、まあ、自分らしさをしっかり出して、はいはいはい、いただければなというふうに思います。結構いろんなあの入賞されてる作品とか、うん、まあ、Facebook のそれこそね、Facebook で上げてるので見ていただければと思うんですけど、本当にあみんなが見て綺麗だなって思う写真もあれば、なんかこう本当に生活の一部を撮って、うん、あそのなんか観点とか着眼点いいなみたいなのがあったりとか、そうですね。なんかほのぼのしてるなとか。うん、変にこうそのテクニックにこだわってるとかっていうじゃない作品とかも、うん、あの入賞されてたりとかするんで、うんうん、なんかそこがすごくあの本当に審査というかそのプロの審査というよりは、うんうん、プロの人たちを審査するとかではなくて、うんうん、その写真から読み取れるこうなんかストーリーみたいなのが感じられる作品がなんか入賞されてるのはすごく多いなっていう。そうですね、そうですね、でまたタイトルとねその写真からなんかこういう感じで撮ったんかなみたいな、結構そこ個人的にはあのあ全然僕関係ないんですけど大事かなって思ってて、タイトルって大事じゃないですか、うん、去年の大賞もあのすごい綺麗な写真で、うん、あの橋とフェリーの写真が大賞になってるんですけど、多分これ明日へのアーチっていうすごい素敵なタイトルなんですけど、多分これが橋と船みたいなタイトルだったら多分対象引っかかってないんじゃないかなと思うので、タイトルの付け方ってなんか、まあ、うちの光の風景に限らず重要なのかなって素人ながらにすごい感じましたね。いいですよね、なんかついつい見ちゃう感じしますもんね。あとはやっぱりお子様の写真、あ確かにやっぱいいですね。もう普通にそれだけでこうちょっと、ね、そうですね、
ほんわかする感じしますよね。なんか本当に何気ない笑顔が入る。そうそうそう、何気ない笑顔とか、また笑顔だけじゃなくてもね、なんかそれぞれのシーンでの喜怒哀楽みたいなのがあると、そうですね、なんかいいなと思って。これ国場さんはエントリーしないんですか？あ、僕はあの皆様のエントリーを あのお待ちするという、ね、ちょっと受け身の体制で今回ちょっと違う名前で出すとかしてみるとかちょっとコンテストのそうなんだ、わかりました。じゃあ沖縄沖伝さんの光の風景デジタル写真コンテストとかでこう検索すると、サイトもね、ウェブサイトもありますし、そこから応募ができるというような形になってますので、1月の31日金曜日ですねまでに、応募していただければというところですね、はい、合ってます？はい、はい、大丈夫ですか？もうプッシュしなくて。またあります。オッケー。じゃあしまったところで一回ちょっとこう BGM あの曲を挟んで、次はですねこう2020年のこう目標みたいなところも改めて聞いていきたいなと思いますので、最後までお付き合いください。
ここからは、ワンアップというコーナーをやっていこうと思います。このコーナーではレベル1を上げるために、私赤峰がいろんなことに挑戦をし、ゲストの方からアドバイスをもらいながら達成を目指すというコーナーにしているんですけれども、まあ放送日も1月ということもありまして2020年に、まあ、なったばかりなので、お二人にですね今年の目標なんていうのもちょっと聞いていこうかなと思っているんですけれども、まずは小久保さんから、はい、今年の2020年こういう年にしたいっていうのがありましたら、はい、教えていただけますか。そうですね、まあ、今回当社が運営している Facebook のファン数が今7300いいねをいただいている状況なんですが、はい、これをなんとか2019年度内で8000、はい、いいねまでたどり着きたいなと、はい、いう目標を掲げて、改めて今現状が7300ぐらいと残り700ぐらいを3月31日までと、まあまあ、あと3ヶ月目標では、はい、まあ、短期的な目標としては、はいはい、そういった形で取り組んでいきたいと思ってます。そうですね、はい、これは僕らのミッションでもありますのでね、8000を取るためにというところなんですが、はい、まあ、実際にこう、もう、本当にスタートしてから 初年度が、5000とかだったかな、うんうん、で次7000に行って今次8000目指しましょうみたいな、うん、確か、流れでさせていただいているかなと思うんですけども、やっぱりこう特に今回その沖縄電力さんは、まあ、地元の方にということなので、どちらかというと沖縄に、の方だったり沖縄に在住されている方に向けた、コンテンツ配信をしているので、やっぱり数がたくさん取れれば残りも減っていくという感じにはなるので、なかなかね、ここからまた数字を上げていくっていうことはなかなか難しいなというところはあるんですけれども、やっぱりまあ数字、まあ、当然、一つの目標にしているので、追いながらではあるんですが、もっとこうあれですね、根本的にこうどういったコンテンツがあるとなんかもっとみんな見てもらえるのかなっていうのをちょっと小久保さんからアイデアいただきたいと思うんですけど、じゃあそうですね、日々アイデアは半年こうやられてみて、うん、そうですね、やっぱり皆さんが興味のある話題、うん、まあ、はい、沖縄の情報であったりとか、うん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 、また当社あまりお客様と直接的な接点が、はい、まあ、ちょっと少ない会社かなと思うので、うんうん、そういった中も見てもらう、うんうん、で知ってもらうっていう、でさらにそのコンテンツが皆さんに楽しい、はいはい、いいねって思っていただけるようなものをしっかり考えて配信していきたいなと思います、はい、じゃあ例えばまあ多分これはちょっと上司から OK もらえないけど、こんなちょっと面白いネタあったらやりたいなみたいな、なんか、まあ、ラジオなんでね言うだけはと思うんで、なんかあったりします。そうですね、ピアノ、まあこれ完全に僕のあれなんですけど、はい、やっぱ月曜日の朝ってだるいじゃないですか、はい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 、で僕らはエネルギーを届けてる、はい、お確かに確かに、はい、まあ、月曜の朝にエネルギーをということで、はいはい、どっか、まあ、広場にピアノ、出勤前の皆さんたちにピアノを聴いていただく、おお月曜の朝にエネルギーをっていう、はいはい、でまあ、ピアノに限ってではないですけど、はいはい、そういったら気持ち的なエネルギーを届けていけるような企画っていうんですか、ね、いいじゃないですか、全然それちょっと全然それ通りそうな話なんですか、なんか思ったより真面目だったからびっくりした全然あるじゃないですか、そうですね、そういったなんかまあ電気ガス以外のエネルギーも、はいはいはい、確かに、それじゃあ次の報告会でうちの提案という形でさせていただいてぜひぜひノーマークさんからのプッシュもいただければ、はい、また企画は通りやすいかと。確かにいいですね、確かにエネルギーをね、元気にね、こう仕事、まあ、とか ね頑張ってもらうためにという感じですね、はい、全然なんかいいですね、いけそうです、いけそうですよね、うん、なんかうねさん OK みたいな感じがすごいする、ね、歌うかもしれないじゃあそんな中、崎浜さんもなんかコンテンツもしあれば。そうですね、ちょっと手前味噌で恐縮なんですけど、はい、うちの社員さんって結構かっこいいダンディーな人とか、すごい綺麗な女性とかいっぱいいるので、なんかちょっとまあありきたりかもしれないですけど、美人時計じゃないですけど、イケメン図鑑みたいな、
そんなのだったら単純に見たいなって思ってくれる人いっぱいいるのかなところありますよね。って思いますね。はいはいはい。なんかやっぱりそういうのって普通に何気に見ちゃうっていうとこがありますし、なんかその多分その言ってる美人とかかっこいいって多分その外面もそうかもしれないけど内面から来るものもあったりするじゃないですか。本当。なんか一芸秀でてるとか、ここのこれをやってるあの人ちょっとかっこいいみたいな、うんうんうん、なんかそういうのでもなんかいいですね。あと社員ネタは結構人気じゃないですか。あの沖縄電力さんのフェイスブックでこう記事コンテンツ上げると社内向けにやると結構いいねがもらえたりとか、うんうん、コメントあったりとか。そうです、うんうん、社員の顔っていうかいっぱい出てもらうっていうのも一つ目的としてあって、うんうん、この外のユーザーさんに、まあ、興味のある記事をっていう観点はもちろんなんですけど、うんうんうん、このインナーコミュニケーションの活性化っていうところも、はいはい、まあ、もう一つの目的として、うんうん、まあ、Facebook にはあるので、うんうんうん、まあ、あのいろんな社員さんの顔が見れる記事っていうところだと、うん、あのうちの社員 の, あの、うん、皆さんも、はい、あの興味を持ってくれるっていうところもあるので、はい、できるだけ多くの人に出演してもらいたいなっていうところはありますね。結構こう社員の人は皆さん出てくれそうですか？すごいノリノリで出てくれる方もいらっしゃいますし、はい、まあ、ちょっとあの恥ずかしいとか、はいはいはい、ちょっとっていう方もいらっしゃるんですけど、うんうんうん、あの社員さんの、まあ、今実際に投稿されてる記事であのオンオフのシリーズあるじゃないですか、うん、はいはいはい、あれで結構オフが結構みんな、そうです、なんかいろんなことをしてる人多くて、そうなんだみたいな結構すごいすごいですよね。やっぱ1500名ぐらいですかね、うちの社員が、まあ、1500名体制でいる中で、はいはいはい、僕たちは今本店、うんうん、マキナトの本店にいるんですけど、うんうんうん、やっぱりいろんな発電所とか支店とか、うんうんうん、あの少し離れた場所にいて、あの分かんない方とかもいっぱいいるんですけど、うんうん、そこでこのいろんな一芸とかプライベートで、うんうんうん、あのすごい活動してる方っていうのもいっぱいいるので、はい、そういうところにフォーカスもっと当てられればなっていうところはありますね、うんうん、僕が知ってる、沖電さんの社員で、はい、そのプライベート、うん、まあ、プライベートというかその仕事外のところで、うんうんうん、すごくこうああいうかっこいいなと思った方が、はい、あのリューブを踊られてる方佐藤浩です、はい、そうですね、そうですね、すごく見たことあります。僕はまだ CM でしか見たことないなんかですか、すごいんですよ、はい、なんか全然ガラッと変わるなと思って。あ、本当ですか、はい、僕机の目の前にいるんですいつも結構、すごい笑顔で、はい、周りを和ましてくれる素敵な先輩なんですけど、はいはい、そうです、はい、そういうこのリューブのバージョンの、はいはい、うんうんうん、サトコパイセンをちょっと見たことがないのではい、はい、ぜひどっかの機会で見たいなって思いますね、はいはい、見たことあるあります、あります、あります、あの、おもろ町の DFS の上でちょっとそういうイベントをやってた時にちょっとお誘いいただいて見に行ったんですけど、よかったですよ。ですか、あ、全然あの想像と違ったっていう感じで。どんな想像どんな想像っていうか、なんかあの今なんかあれだな、質問されるとちょっとすごい良い、なんか明るいし、まあ、いつもにこやかな感じでやって、うん、てくれますし、はいはい、お酒も飲みますしのイメージからまたあの化粧するし、うんうん、あのその格好もするんで、うんうん、あの動きとか表情とか、うんうん、あ、でもそもそもリューブをあんまり知らないっていうのもあるんですけど、うん、そうですよね、あんまり目に触れることが機会が少ないので、うん、なんかそれでまた親子でやられて、お母さんとか一緒にされてるんで、メディアでのレッスンも相当ありますから、だからすごい、あの普通に単純に習ってますみたいなレベルじゃないなみたいな、すごい感じだったっ、ね、そうですね、いやすごい、だからぜひね、本当は Facebook の記事に出ていただきたいなと僕はいつも提案してるんですけど、そうです、はい、まあ、ちょっともうネタなくなってきた時の大取りとしてちょっと、はい、撮ってるんでもう最後ね、どこのタイミングどこのタイミングでね、ぜひ出ていただければ、ぜひ8000を取るために取るために必要なコンテンツと、そうかもし ね, ね、そこを出したらガーっていく可能性も、その界隈の人たちからすると
だってもうそもそも先生ですからね。そうですよね、はい、もう生徒は強制的に強制的に教えていただきながらという感じで、なので本当になんかこう皆さんこう仕事もしつつ、またそのプライベートの部分でも、うん、いろんな活動されている方が非常に多いな、あと部活があるとかね、そうですね、おっしゃってたんで、うん、なんかそういった沖縄電力さんってなんかそういうのがすごく魅力的だなというのは、一緒にお仕事させていただきながら、感じているところでございますという、ちょっとまあちゃんと最後で締めとこうかなみたいなところは思うんですけど、ありがとうございます。でお待たせしました。で崎山さんの2020年の、まあ、今年の抱負、まあ、目標みたいなのがありましたら教えてください。はい、仕事の面ちょっと先、はいはい、今ですね、あの広報グループでは新しいイメージ CM を、はいはい、まあ、作るタイミングになっておりまして、はい、でまあ、今流れている CM ももちろん県民の皆様により良い、まあ、いいなって思ってもらえるような構成を目指して作っているんですけれども、まあ、今回も、まあ、更新のタイミングということで、やっぱり沖縄電力っていいよねって、うん、この県民の皆様に思ってもらえるような印象に残るような CM を作って、まあ、イメージアップといいますか、うんうん、そういうところにつなげられればなっていうところはありますね、はい、これはもう今もう構想があって、もういついつから流れるとか、タイミングはまだ決定ではないんですけど、うんうん、まあ、今このイメージだけを提供して、うんうん、まあ、これから作っていくっていう段階ですね、はいはい、ぜひ期待していただければと。楽しみに待ってればいいって感じですね、はい、よろしくお願いします、はい、というところが仕事の面と、はい、はい、またプライベートで、そうですね、すごいちょっと私事で恐縮なんですけど実は1月の3日に、はい、入籍をいたしまして、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。知らなかったぞ今日聞いたぞ、はい、あれはあれよという間に、はい、はい、最大者違うか最大者奥さんができちゃいまして、はいはいはい、はいはい、まあ、いいですね、プライベートはそこがちょっとすごい変わったので。だいぶ変わりましたね、はい、はい、もうそうですよね、はい、去年の夏頃までは赤嶺さんにね誰か紹介してっていうぐらいの感じだったんですけど、これいつからじゃあ、まあ、付き合いは、ですね、はい、8月にお付き合いをして、はいはい、で11月12月ぐらいですかね、はい、にプロポーズをして、はい、で1月3日に籍を入れるという、はいはい、ちょっとスピードだいぶ、そうですね、だいぶスピード、はい、速い光の速度ということですか。そうなんですか、光の速度すごいですね、まあ、時間じゃないよねっていうって言ったんですか、言われたんですか。言いました。言いました。さすが、そういう聞かせて、はいはい、まあ、というところなので、しっかり仕事にもこの力を入れながら、はいはい、そうですね、もう守るものができたら、そうなんですよ、頑張んなきゃいけないですからね、はい、自分だけじゃないですからね。そうですね、はい、また一皮向けた、はい、私を、はいはい、見せていければなと。なんでだんだん声が普通上がっていくのに、ね、頑張りたいと思います。なんかそのプロポーズはどこでされたんですか。ですね、はい、去年の12月の3日だったかな、はい、那覇マラソンありましたね、を走りまして、はい、で那覇マラソンでちょっとインタビューを受けたんですよ。あ、走ってる時に、そうそうそう、中継が2人で走ってる時にインタビュー受けて、はい、まあ、そこで彼女の方から感想したら、はいはい、プロポーズされたいと思っていますという、はいはい、まあプロポーズをいただきました。逆プロポーズ。もともとね、どっかのタイミングではって思ってたんですけど、はいはい、まあ、いいパスをくれたなと、はいはい、これはもうゴールするしかないという感じで、ちょっとめっちゃ膝も痛かったんですけど、足引きずりながら頑張って乾燥しました。お、素晴らしい。これで乾燥しなかったらね、ちょっと一瞬乾燥しないっていう選択肢を頭によぎったんですけど、はい、だいぶ長い 42.1km ですね。考えながら走るって、ね、やべえゴール前だ。結構もう沿道のおばちゃんとかからもスプレー借りたりしたんですけど、うん、だテレビ出たでしょみたいな、お、乾燥しないとダメだよみたいな、すごい、いろいろ
励ましの言葉もいただきまして、もう退路もなく、退路ゴールしまして、素晴らしい。プロポーズさせていただきました。それはもうメダルもらってから、そうですね。その場で、いやちょっと一旦帰って、家帰って、一旦帰って、風呂入って、そうです、風呂入って、寝る前に、はいはい、結婚しようと。おお、いいっすね。いいっすね。いいっすね。お腹いっぱいになりますね。何の話でしたっけ。で1月にという感じなので、はい、もうまだまだ本当1ヶ月も経ってないと。そうですね、籍入れてから1ヶ月も経ってないですね。なんか どんな心境なんですか。まあ、一緒に住んではいたので、はいはい、そのちょっと前から、はい、何かしら変わったっていうところはないんですけど、はい、まあやっぱりさっき赤嶺さんも言ったみたいに、はい、守るものができたと、はいいう思いはありますよ。一度お会いしたんですけど、明るくて可愛らしくて、ちょっとさっきね、そのインタビューのやつ、ね、見させてもらったんですけど、なんかすごい元気な感じですね。そうですね、すごい明るくて、すごいいっぱい喋ってたな。出る前に出る、すごいですよ。そうそうそう、いつも元気をもらって、なんかパワーもらえそうな感じでしたね。そうそうそう、本当に毎日楽しいです。こうなるか、先はもうシュートがこうなるかっていう印象です、僕は。あ、なるほどですね。自分もなんか、はい、そうですか、なんか一瞬だったなっていう感じはしますね。なんかでも、もう本当言ってましたけど、時間じゃないですもんね。あ、本当そうだと思いますよ。偉そうにすみません。なんかどういう家庭に、家族にしていきたい、家庭にしていきたいとか、まあなんかどういう付き合いを、まあ変わらないとは思うんですけどね。まあせっかくね、多分いずれ奥さんも聞くことになるかもしれないですね、うん、ですね、どっかで。そうですよね、はい、なんかこの場をちょっと生かしていいんですか、伝えることがもしあればいいんですか、はい。まあ、笑顔の絶えない家庭はもう今すでに達成できているので。お、いいですね、はい。まあ、これからも、まあ喧嘩もするんですけど、はい、まあ、笑顔を絶やさず毎日楽しくやっていければなと思っています。いつも優しくしてくれてありがとう。おー、素晴らしい、素晴らしい。そんなキャラでしたっけ。そこですよね、エバスなんですよ。いやー、いいなー、いいなー、すごいおめでたい話ですね。すみません、なんか全然違う話になっちゃって。全然光の風景どこ行ったみたいな。やべ、怒られてる。あるあるある。ね、いや、その、まあ、2人で撮ったやつ、そう、それとか応募したらいいじゃないですか。そうですね。ね、ぜひぜひ。ぜひね。いいのか。いや、いいんじゃないですか。奥さん側でエントリーすれば。あ、そっか。その辺は。で、賞金5万円 で、ね、ぜひ新婚旅行と。はい。頑張ります。ですかね。いやー、いいな。ちょっとなんかそれもしその2人っていうわけじゃないですけど、うん、記念プライド、まあ、Facebook のコンテンツですけど、うん、杉山さんとか撮って、なんかその6月に予定されてる結婚式とかで流せるような、うん、なんかコンテンツとかね、うん、ちょっと仕様になるのか分かんないですけど。でもね、社員の方も多分いっぱい集まるから。そうですね、そのコンテンツ番外番外なんか撮らせていただいた沖縄プライ記念プライドさんの、うん、はい、一人の方は結婚式で流したそうです。あ、そうなんですか。それ見て、おお、あれ結構がっつり作っていただきましたもんね。そう、作った、うん、結構いいじゃないですか、一人の人をこうフォーカスして残るし、うんうんうん、そうですよね、ちょっとこう情熱大陸風の感じでやるんで、なんかそれ式とかで流れたらね。そうですね、ちょっと提案してみます。仕事してるぜ感と、うん。いいですか。いいんじゃないですか。じゃあちょっとそういったコンテンツと朝のエネルギーコンテンツとなんかできたらいいですね。そうですね。こう発信に目指して。目指して。頑張りましょう。頑張りましょう。はい。ということで、お時間もなかなかいい時間になってきましたので、最後にまた改めてですね、PR、があるということで、国場さんからでいいですかね。はい。はい。じゃあお願いします。まあ、放送日が1月26です、はい、11時、うん、このあとですね、うち当社RBC 琉球放送の方で「うちな気分」という番組を提供させていただいておりまして、はい、
そこでもあの光の風景と題したあの一夏気分を今回放送する予定です。まあ、光の風景とても綺麗な映像を、うん、あのお撮りいただいていますので、それを皆様にそちらもご覧いただければなというふうに思います。うん、じゃあちょっとそれ見てこう、あどういうのがいいのかなとか、そうですね、ヒントにしていただければヒントにもしていただいて、またその週、まあ、夜撮りに行っていただいて、うん、いいですね、1月31日までに応募していただくということもいい流れですね、ありなのかなと、はい、いい流れ、はい、1週間それで楽しめますね。はい、楽しみです。わかりました。応募方法はどうしたらあれいいですか。あ、沖縄電力、はい、このデジタル写真光の風景、沖電光の風景ゆっくりで全然まだ尺あるんで大丈夫です。沖電光の風景でデジタル写真コンテスト、はい、特設サイトがございますので、はい、そちらをご検索いただいてご応募いただければと思います。はい、わかりました。じゃあもう1人6点までいけると、あの、はい、一般のやつはですね、はい、なのでぜひ、本当に多分もう皆さんカメラ結構もう誰でもが今モテるような感じだし、手軽で身軽になんかこう撮られることが多いなと思うので、本当になんかメモリーをちょっとね漁ってみて、なんかこう実は結構いい写真が残ってたみたいなことあるかと思うので、ぜひちょっとそこをもうテレビの番組もねこの後見ながら、ぜひ応募していただければなと思いますということですね。はい、ありがとうございます。というところで、締めたいなと思うんですけども、お二人から最後あります？大丈夫ですか？そうですね、当社はあの皆さん聞いたことあると思うんですけれども、まあ、地域とともに地域のためにというのをコーポレートスローガンとして、はい、日々業務に取り組んでおります。で今日ご案内させていただいたデジタル写真コンテスト以外にもですね、沖電シュガーホール新人演奏会だったり、先ほどお伝えした「うちなわ気分」っていうテレビ番組だったり、いろんな形で地域の皆様に信頼されるような取り組みを していこうと、引き続きしていこうと思っておりますので、やっぱり沖縄電力っていいねって思われるような会社を目指してこれからも頑張っていきたいと思っていますので、ご声援よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。というところで、はい、2人にも今日来ていただきましてありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、今週の今日のゲストですね、沖縄電力株式会社、総務部広報グループからより、崎浜さんと小久保さんのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。エンディングになります。皆さんいかがだったでしょうか。沖縄電力さん本当に皆さんご存知の会社だとは思うんですけれども、本当にさまざまな、取り組みをされております。でそれをですね、まあ、ウェブサイトですとか、特にフェイスブックの方でも、いろいろ発信しておりますので、ぜひこちらもチェックしていただければなと思います。で最後に、私赤峰の方から、告知をさせてください。2月の、5、6水曜日と木曜日にですね、沖縄コンベンションセンターでリゾテック沖縄、沖縄国際 IT 見本市という、イベントがあります。2日間ですね、約、来ていただける来場者数1万人というところを目標にしているイベントがありまして、その中でですね、弊社ノーマークが、新しいちょっとサービスを、構築しました。宿泊観光施設向けに、ちょっと AI を使った形で、業務の効率化ですとか、宿泊者の、体験の満足を上げていこうというような、サービスをちょっとこう
作りまして、ブースを構えておりますので、ぜひこの2月の5、6の中でですね、お時間ある方はぜひ足を伸ばしていただければなと思います。でその、サービスの、まあ、ピッチというかスピーチみたいな時間もあるということなので、どこかのブース、どこかの時間で自分のノーマークとしてですね、そのサービスを紹介させていただくという、部分もあるようになっているというところがありますので、ぜひ、お時間のある方、2月の5、6ですね、コンベンションセンターで、ありますリゾテック沖縄に来ていただければと思います。ということで、今週のレベルアップは以上になります。ではまた来週お会いいたしましょう。素敵な日曜日をお過ごしください。ありがとうございました。Your radio station, Okinawa.